皆さん、こんにちは。今回は将門義典さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。ここ最近人気急上昇中の元関西ジャニーズジュニアユニット A グループですが、俳優としての活躍も目覚ましいのが将門義典さんです。そんな将門義典さんには彼女の存在や匂わせといった気になる噂があるようです。そこで今回は将門義典さんの私生活について深掘りしていきたいと思います。まずは将門義典のプロフィールを見ていきましょう。将門義典さんは1996年11月28日生まれ、大阪府の出身です。身長170センチ、血液型は AB 型です。2011年4月3日に事務所に入所しました。家族構成は両親、9歳年上の姉、そして将門義典さんの4人家族です。学歴については確定情報がありませんでした。さて、将門義典さんといえばリア恋が代名詞で、雑誌のジュニアの企画で4年連続リア恋ナンバーワンに輝きました。まず確認することとして、現在将門義典さんには彼女がいるのでしょうか。結論から言うと、将門義典さんには現在彼女いないようです。さらに写真週刊誌にスクープされたこともないので、公にされた熱愛スキャンダルは皆無と言ってよいでしょう。それでもこれまでに将門義典さんとの匂わせ投稿がネット上にはたくさんアップされています。彼女にまつわる情報についてはファンにとっては是が非でも確認したい情報だと思われます。そのためガセ情報と思われるものも含め、いくつか将門義典さんの彼女に関する噂エピソードをご紹介します。将門義典さんは関西ジャニーズジュニアの A グループで、前述の通りリア恋の対象と言われていています。リア恋とは男性アイドルや男性俳優などに恋している状態を指します。ただの憧れだけでなく、目当ての相手と本気でお付き合いや結婚をしたいといった感情を持っているのが特徴です。そのため身近な男性に恋をしている時にリア恋は当てはまりません。まずとても気になるのはむつみという名前の彼女の存在です。もし本当にむつみという彼女がいれば正真正銘のリア恋と言えますが、その真相や実情は一体どうなのでしょうか。むつみという名の彼女について調べたところ、どうやらこの女性は自ら将門義典さんの彼女と名乗っている自称彼女であることが分かりました。主にインスタなどでデマを流しているようですが、それを見たほとんどのファンからデマであることが見破られています。よってむつみという名前の女性が将門義典さんの彼女であるというのは大きな嘘であり、全くのガセネタであるということになります。むつみという自称彼女以外にも、元カノと思われる女性が過去にインスタで匂わせのような投稿をしていたことが分かりました。と言ってもすぐにこの女性のアカウントは削除されてしまったため、その内容や真相については明らかになっていません。ただ匂わせという行為はジャニーズアイドルやジャニーズファンにとっては大天敵であり、アイドルにも自らにも何もいいことはありません。その場でマウントが取れたとしても、いずれは破局や大バッシングという道筋をたどるのみです。実際にこれまでに多くの関係女性による匂わせ行為や匂わせ投稿がありましたが、うまくいったのは嵐の二宮和也さんだけでしょう。将門義典さんの他の女性との噂や熱愛についても調べましたが、先ほどの自称彼女や元カノ以外には表立った噂が見つかりませんでした。つまり今のところは熱愛スキャンダルはなしということになりますが、SNS 時代の現代ではいつ大きなスキャンダルに襲われるか分かりません。熱愛に限らず、スキャンダルは芸能活動の大きな足かせとなりますので、今ノリに乗っている将門義典さんには十分注意しもらいたいところです。将門義典さんの優しい性格はメンバーや同じ旧関西ジャニーズジュニアからもお墨付きです。むしろ優しすぎると心配されるほどの性格だそうですが、その性格のおかげで先輩や後輩からも愛される存在となっています。まさにリア恋にふさわしい存在といえます。最近では役者業も増えて、普段のジャニーズアイドル将門義典さんとは一味も二味も違う一面を見せています。おそらく今後はもっと役者業が増え、
今まで以上に多くのファンに愛されることが推測されます。その度に正門よしのりさんの魅力が多くの人に伝わり、ジャニーズの中でも唯一無二の存在になっていくことが期待されます。引き続き正門よしのりさんの活躍と今後に要注目です。ところで正門よしのりさんはイケメンで端正な顔立ちなのはもちろんですが、真面目で飾らない自然体なキャラクターがファンからも人気が高いところです。そんな正門よしのりさんについて調べていると、お金持ちというワードが出てくるようです。実は謎だらけなこの噂がどうして出たのか理由も含めて見ていきたいと思います。正門よしのりさんがお金持ちだと予想される理由を調べてみたところ、メンバーの末澤誠也くんのように決定的なお金持ちエピソードがあるわけではないようです。ですがファンが、え、これって実はお金持ちなのではと感じるような瞬間がいくつかあったので、まとめてみたいと思います。中高一貫で私立の男子校に通っていた。学生時代に5カ国も海外旅行へ行っている。ペット猫を2匹飼っている。エアコンをつけっぱなしにしても家族に怒られない。ギターを始めたきっかけはお父さんで、プロのレッスンも受けていた。確かにこれだけでも十分なお金持ちエピソードばかりだと言えます。特に学生時代5カ国も海外旅行をしているとは驚きです。グループのお金持ちキャラである末澤誠也さんは幼少期にハワイに一度だけ行ったことがあると言っていたので、まさかの末澤さん超えになります。またエアコンをつけっぱなしにしても家族に怒られないということですが、これは飼っている猫のためだと述べていました。一般的な家庭から見れば十分なほどお金持ちと思われるエピソードが出てきた正門よしのりさんですが、末澤さんのように実家が金持ちなどといじられることはあまりありません。これまでなぜあまりお金持ちキャラとして言われてこなかったのでしょうか。グループ内にお金持ちキャラが2人いるとキャラがブレるから。正門よしのりさんは他のメンバーと比べて家族の話をあまりしない印象があるから、グループ内でのキャラ付けは覚えてもらうためにも重要なことなので、一人一キャラを定着させることが大切です。正門よしのりさん自身もお金持ちで裕福な家庭で育ったことが予想はできますが、グループ内でのキャラ設定を考えてあえて公式ではあまり話さないようにしているのかもしれません。そして正門よしのりさん自身、他メンバーと比べると家族エピソードが少ないイメージもあります。そういった部分から正門よしのりさんは金持ちの噂が謎だと言われているのかもしれません。ところで A グループに在籍している末澤誠也さんと正門よしのりさんが喧嘩をしていたことが知られています。末澤誠也さんと正門よしのりさんの喧嘩の理由は何だったのでしょうか。実は末澤誠也さんと正門よしのりさんは不仲なのではないでしょうか。末澤誠也さんと正門よしのりさんの喧嘩の話題について深掘りしてみました。まず情報として出ているのは、末澤誠也さんと正門よしのりさんの喧嘩は2021年に入ってから起きたようです。これは2021年6月発売の記事に載っている情報なので確かなものです。末澤誠也さんと正門よしのりさんがなぜ喧嘩をしたのかというと、末澤誠也さんと正門よしのりさんの A グループへの思いの違いからです。末澤誠也さんも正門よしのりさんもグループのことを懸命に考えています。末澤誠也さんが思う理想の A グループの姿、そして正門よしのりさんの思う理想の姿、それぞれあります。しかしその理想の姿が違ったり道筋が異なったりすれば、グループへの熱い思いがゆえに喧嘩をしてしまうのでしょう。末澤誠也さんは末澤誠也さんの考えを、正門よしのりさんは正門よしのりさんの考えを喧嘩をして出し尽くしたのだそうです。この末澤誠也さんと正門よしのりさんの喧嘩はどうしても必要なものだったと見て間違いないと思います。グループがこの先どうしていくべきなのかを決めるにはいろいろな問答があったのでしょう。その後末澤誠也さんと正門よしのりさんの関係は良好です。喧嘩をしたとなると不仲、険悪のイメージとなりますが、喧嘩の理由がお互いの理解だったので、お互いが伝えたいことを伝え切ればそれで喧嘩が終わり、後腐れなどなくなります。末澤誠也さん、正門よしのりさんは
お互いをしっかり理解し合えたことでしょう。いかがだったでしょうか。今回は正門よしのりさんの恋愛事情やグループとしての立ち位置などを見てきました。その後、末澤誠也さんと正門よしのりさんの仲は良好となりました。またアイドルだからこそ、いろいろな女性との噂もつきものです。ただこれだけいろいろ調べても確実な証拠が出てきていないことから、グループ活動に邁進しているということでしょう。いよいよ A グループはメジャーデビューを勝ち取りました。2024年5月15日に CD デビューを予定しています。デビュー曲は A ビニングに決まっています。ますます個人としてもグループとしても発展の時です。今後も正門よしのりさんの動向や活躍に注目していきたいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。